になりました。Bニュースをお伝えします。意外なところから意外なものが発見されました。今朝早く、ゴルジョウのぞみ自宅の冷蔵庫から、5年前の賞味期限シールのついた、いなり寿司が発見されました。偶然発見したゴルジョウのぞみ氏は、日付がちょうど5年前の今日だった、と、興奮を隠しきれない様子でした。マジのミーに聞きました。俺もしようと思ってたのに、先にやられました。ピースピース。はい。十字のミーニュース。藤井がお伝えしました。